これが堂々と出る時が来ましたね。 YouTube ちょっとまあ持った2、3ヶ月ぐらい。まあ持ったというのも持ったけど持ってないというのも持ってないだけどまあランプができた以上はまずランプの使い方をまず説明して、そっからまあいろいろ技を発展させて、まああとはもうユースケにバイッて投げてるから、ユースケがあとはもうバン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 ってハウトを上げてってくれるでしょう。今年一発目、ニューデッキにしました。はい、やばいっしょ。いい感じですね。よし、ってことで、今日はせっかくまあランプできたし、とりあえずそのストールとか、まあちょっとやったけど、もう一回一からこうランプの使い方というか、ランプって正直さ、その板買いましたってなって、じゃあトライしよっかってなったら、まあ普通駐車場とかでこう乗る子もいれば、まあ勝ったところでたまたまこういうランプがあったりとかして、あ、じゃあちょっとランプ滑ってみましょうかみたいな、多分2択やん。だからまずこのハウトゥーは今日板買いました、私、僕、そういう人が見てください。はい、まあでも最近ほんまに R に触れる機会が多く、まあ自分でもちょっとずつマシな動きになってきたかなみたいな、まだまだスケさんには負けるけど、だから、とりあえずこの R ができた段階でどういう風にやっていけばいいのかっていう話を今日はしていこうかっていう話だ。じゃあまず、パンピングというやつからやりますか。まあ幼少期誰もが乗ったことがあるブランコですよ。要するに絶対乗ったことあるでしょ、ブランコ。まあほんまブランコってさ、行ってきてであれ座ったりとか立ってやるやん。座ってやるより立った方が漕ぎやすくない？うんうん。あれってなんでかって言ったらさ、膝こうやって前キリキリ使ってるやんこれ、うんうん。はい、この原理を全くスケートボードに応用します。あの幼少期の経験が今に行きますはい、まずパンピングって何やねんっていう話だけど、もうただひたすらこのランプを行って帰ってくるっていう永久期間になるっていう話です。まあこういうことですね。まあ小型としてもうずっとこう行き来できる、まあ、これが結構初歩の段階では一番初めなかった人がやらなあかんってところで OK。パンピングはマジでこのバランスが初めない人はちょっと難しいかもしれないけど、痛かった時けど2、3回ずっとこう2、30分ずっとやってたらさ、初めこれぐらいのスピードでもだん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 こうこの面に体重が合わせられるようになってくる。この上がってる面、まあ肩をこういう風に変更にするんだけど、でこれが合ってきたら今もバランスようやく取れるようになってきたから、次は漕ぐっていう作業。一番初めはまずとりあえず乗る、慣れる、この斜面に。こぐもこぐへんももうそんなこの斜面慣れてないのにこぐもこぐもないからさ、はじめはもうこうパンパンになったりとかすると思う。何回か何回かやってたら絶対これが合うようになってくるから、はじめゆっくりでいいし、この R の斜面に向かってこうちゃんとしっかり肩を落としたり体重を合わせる。 OK、 次パンピング。パンピングは膝を使ってめちゃくちゃこうこいでいくんですよ。まあみんな多分膝って言ってるけど、俺は体重の移動もめっちゃあるんちゃうかなと思ってて、この斜面になってる状態が前だから肩があって地面があって、でこうやって広げたら大体こう平行になってるわけよ。これがさ、こうなってたらしんどい、負担かかってるわけよこっちに。でこの時って、まあ、俺が体重、まあ、仮に70キロやとして、普通やったらこの両足35キロずつこうやってついてるんやけど、体重やっぱこっちに移動してる時って多分60と10キロとか65と1キロとかってなってるわけやんか。その状態でさ、こういうふうに斜面をこう上がってったタイミングで肩も同じように地面の平行のまま R に登ってしまうと、こっちにだんだん荷重かかってくるのが当たり前だって、こっち上がってんやから。これがさっき言ってた大体60キロと10キロみたいな感じよ。で俺は今靴履いてここ立ってるからいけるけど、これもし下駒やったらこうやってどうなる？スローですね。もうマッハ3でペーン行かれるわけよ今はこれ立った状態で説明したけど、この状態でこの上に行ってる状態でさ、こっち平行のままこうやっていってしまうと、こっちがプリーンって行かれるわけですよ。で行かれるけども、行かれるか行かれへんかぐらいの範囲って絶対あるやん。こけるかこけへんかギリギリのところ、その時ってスルンって行くスピードが、あのこける速さが逆にこっちに行くスピードに変わるやし、普通の状態で転倒してたら何も超えてないからこうなるけども、体重ちゃんとしっかり合わせてるから下面にそれはもちろん止まっていく。でもこれをうまいこと膝使って押してあげる、地面をめっちゃ押してあげる感じ。グンでこっちです、上がったタイミングでこっちに体重かける、でこっちに体重かける、
ポーツに立ててくれるっていうのを繰り返してったらだんだん好きになる。で、もう一個、これは降りる時のパンピングの話をした。パンピングって上がる時も拳、降りる時も拳、ブランコもそうやん。こう上がった時にめっちゃこうやって勢いつけてこうやってガーンってやった後、ここもまたグーンってね、こうやって上最後こうやって、それ必要です。言うたら、あれで言う、上に行った時に伸びる、めっちゃグーンで、まあグーン、膝スピードついてきたよ。だから初めバランス取れるようになったら、次一番意識しなあかんの膝で、ほんまに膝をピンって飛ばすんじゃなくて、めちゃくちゃ柔らかくする、めっちゃ座り込むぐらい。ほんでしっかり膝とかって上がったり伸びたり押したり、これができるともう永久にこれができる、一生、これ一生です。よし、バンピング編終わり。では次は、今さっきもうただひたすらランプをこう行って帰って行って帰って行って帰ってってやったけど、これから自分の方向を変えるターンを混ぜてって、ランプの中をぐるぐる回れるようになるっていう練習を次はします。はい、じゃあさっきパンピングやったんやけど、次はパンピングしてで、チクタクぐらいのスタンス、足のチクタクと同じぐらいで、自分が登りきる前に降りするタイミングでぐるっと回ってみる。はい、めっちゃ難しいと思ったら、最初めっちゃ飛ばすやん。注意しなあかんって何個かあります。まず一番初め、肩、全てのように肩が、肩、肩、肩、もうスケボーは肩、回りたい方向があるんやったら、その曲がりたい方向に一番初めに肩を回していく。もう腰からとか曲がるから、肩回してから下半身を回す。まあ、こういう状態ですね。で、チクタクのスタンスで、肩を先に回してから、はじめの練習の方法はパンピングして1回で回れなくても全然いいとか、もっと言うなら、俺今このマストレートに入ってマストレートで押してきてるけど、こんなんじゃなくてもちょっと大回り、とりあえず自分が回るっていうのを覚えてほしい。で、これももちろんターンの中にパンピングがあるんですよ。自分がこうターンでパンピングして、ターンするときにグンって上に上がるタイミングで自分の膝をポンと押して、これがバックサイドターンのパンピング。とりあえず肩を先に回して、肩を回してから膝でさっき上げてたこのグンって上がるタイミングで前上げる。そのパンピングで上に伸びてって言ったら、ここ伸びる瞬間、このタイミングで前を上げる。で、これ速くてもあかんし遅くてもあかんわけよ。速いとまだ上に登ろうとする力があるわけよ。タイミングが速いとまだ上に登ろうっていうスピードの状態でターンをするから、勢いを自分で止めてるんだよ。まだ上に登ろうとしてんのに、もう自分がターンしな、ターンしなでターンしようとするから、勢いがそのままでギュッて止まるパターンで、次、遅いパターン、ちょっと遅いパターン、まあ、詰まる感じ、遅いから。よし、このターンのタイミングだけしっかり合うように練習するのがマジで一番ベスト。意識するだけで俺は、まあ、あの練習始めてる人とか勝ったばっかりの人はまあまあフォーカスしな無理やけど、まあ、やり始めてきたらだんだん自然に身についてきて、だんだんこうスピードに乗れるようになってくる。で、次、これの逆、フロント、これを言ってるヤマダ。フロントも全く一緒で、肩からグッと先に回して、これこっちに、あのフロントターンってやっぱほんま初め背中側に回るし怖いやん。これはもうほんまに、まあ、慣れでしかないんやけど、肩と体重の上げ方によってめっちゃターンしやすくなってくるから、あれの目に絶対合わさなあかんの。やっぱさっきこうなってたらめっちゃきついって言ったよ。けどやっぱりこっち内側回るときって自分がこうこけてもこうやって受け取れるし、別に恐怖心がないからある程度こう上げて回ろうとかできるんだけど、今度は背中側にこうやって回るから
大概の人がこっちにこう足をこう向けに平行するのに怖がるわけだから、みんなこっち行っちゃうんだ。かがんでしまう。やし、失敗例で言うんやったら、かがみすぎて、パン詰まってるんだ。とりあえず、体重がこっちにこう来て、かがんでしまうことが、まず一番初めに良くないポイント。まあ、いっぱいあるけど、とりあえず1点目、まずこれ。2点目は、肩を絶対先に回さない。こう来て、初めからこう開いた状態でグッて上げるのが一番ベスト。あのタイミングで。倒さへんかったら次の土地で降りてくるから、初めそれがめっちゃ恐怖心に感じる人いると思うんやけど、これをまあ乗り越えていったら、まあ、ある程度面白くなるっていうのも、フロントターン、バックサイドターンができたら、それをこう交互に交互に繰り返して、このランプの中をぐる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 回るんです。これを応用していろいろ8の字を書いたりできます。とりあえずじゃあこのフロントとバックサイドを、まあ、2種類あるんです。さっき大回りに回る方法と垂直ですぐこうやって降りてくる、これ完全に理解できてできるようになったら、そっちで止まってこっちで張ってっていうのができる。まあ、見せた方が早い。これは夢。やめて。はい、では安定します。ぐるぐるっと回ります。わかりますか。で、ここでランプにぐる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 回れるようになります。まあ、これがランプの基礎の動きというか、こっからがなんか派生して、まあ、あのタイミングで一回だけこう上まで行ったりとかするっていうのがランプですね。はい、ある程度ランプの使い方はそんな感じかな。大人になればなるほどさ、やっぱ身長伸びるし、体もでかくなるし、筋肉もつくんやけど、やっぱ身長が伸びるっていうことは、その自分がバランスを崩した時の角度のズレが大きくなるっていうことだよね。で、まあ大人になってきたらやっぱそのブレがあるから、さっきも言ったけどこの肩の位置をちょっとどこに合わせてくるか、だんだん慣れてきたら分かってくるんだけど、それがやっぱコツつかむまではこの辺なんかこの辺なんかなっていうのが、子供よりも確実に大きくて、振り幅がだからそれもめちゃめちゃ大人の方が不利というか、まあ難しいんだけども、まあランプうまいことをこう使っていってったら絶対それができるようになってくるっていうのはもう間違いないことやし、まあ、近くにランプがある人は、まあ、確実にこれを往復ひたすら反復練習して、もうそれだけを確実にできるようになってから、まあ、ストールやったりとか、まあ、インターフェイキーとかをその間に入れていければ、まあ、永久期間になれるんやけども、負けども一個マジで注意してほしい点があります。基本こうランプって、まあ、ランプって一回失敗したらこう交代みたいなもんがあるんよ。言うたら一生続けられるもんやから、正直こうどこで終わりがあるか、技を複雑にしてったらいずれ1回は失敗してたり、ルーティンしてたらしんどくなるし、1回失敗するし、そのタイミングでじゃあ交代みたいなのがあるんやけども、1人しかできひんからさ、ランプって普通のパークとかだったらボックスあって反対側もかけたり、レール行ったり、待ってる間にオーリー弾けたりするけど、まあパンピングやったりインターフェイキーストールとかができたら、もう言うたら失敗せえへんから永遠にその海岸トレーニングできるわけで、もうほんまに5分とか滑っちゃう可能性があるから、まあその辺もまあ気ぃつけてしっかり得して次のランプの技に行きましょうかっていう話ですわ。まあ今回はランプの使い方をまあハウトゥーしてみたってことで、復活までもう少しお待ちいただけたらいいと思います。ありがとうございました。今日はターンしてターンするときにグン